はい、皆様おはようございます。札幌郷土探求チャンネルです。本日は農師公園に来ております。遊具が新しくなったので、ちょっと見に来た感じです。はい、まあ、目の前に見えてるのはツインキャップですね。ちなみに農師公園っていうのは実は公園の中で住所が変わっていて、あのツインキャップとこの手前の駐車場で実は住所が別なんですね。かつては向こう側の土地っていうのはまあ空き地で、こっち側だけが公園だったんですけれども、まあその中間に今でもちょっと歩道で通路はあるんですけれども、昔は道路があって、現在でも向こうとこっち側で住所が別ということですね。はい、気になる方は調べてみてください。ガリバー広場というものを、メインにですね、みんなのガリバー広場というようなまあ、ものに、変わったようです。ちなみに私が子供の頃といえばあのガリバー63でしたかね、昭和63年にできたからみたいのがあります。水色の部分っていうのは、3歳から6歳の子供が遊びやすいような冒険レベルの遊具ということで、はい、濃い青色の部分が6歳から12歳の子供みたいな感じらしいです。この時代にしては珍しくターザンロープなんかも新設されたんでしょうか。まあ、ちょっと見ていきたいと思います。チャプチャプ広場もまあ健在ということですね。まあ、新しく変わって、今回リニューアルされたということです。まだ冬季養生中ということですね。おそらく4月1日からこういったロープ外されるのではないでしょうか。新しくなったチャプチャプ広場、まあ幾分狭くなったかなっていう感じはしております。かなり高さのある遊具なんかも新設されておりましたね。そしてこちらが、展望台のようですね。一応やはりガリバーの、まあメインとしてというような感じみたいです。なぜかこう方位のやつがありますね。一応これも遊具みたいですね。すごい特殊なネジですね。六角の間になんか一本ビスみたいなのが入ってます。こちらが小人の国エリアということみたいですね。ガリバーもだいぶちっちゃくなりましたね。63の頃はもっと大きくてっていう感じのイメージでしたけど、まだデゴイチもシートがかぶったまんまですね。ちなみに現在は交通コーナーとなっているあの信号機とかがある一角なんですけれども、昔はどうやら交通公園と呼ばれていた時代があったのではないでしょうか。まあハッサム小学校かな、古いまあ郷土史なんかを読むとですね、当時の子どもたちが交通ルールを守るということをまあ覚えるために、まあ、交通公園というものが設置されたというようなですね、趣旨の作文みたいなのが書かれておりました。トンカチ広場もリニューアルするんでしょうかね。だいぶなんかいろいろやってますね。隣にありますのは国家公務員宿舎ですね。こちら確か5階建てのエレベーターなしというですねやつですね。いわゆるこれですね、ターザンロープ、懐かしいですね。私も子供の頃は小学校でターザンロープなんか遊んだ記憶があります。一時期なんかあれですよね、滑車にこう手挟むとかなんとかのが危険だって言って結構撤去されたようなイメージがあったんですけれども、
何かそういった安全対策を施した上での設置なんでしょうか。難易度のポイントっていうのがありますね。一定時間ロープに捕まり続けなければならないとかっていうなんかあるらしいです。どこの写真なんでしょうね。まあでもだいぶ滑車部分に指も挟まりにくい構造なのかなっていう感じはしますね。やはり冬季養生中ということみたいですね。オスイマスがあります。はい、まあこんな感じでですね、かなり長い間工事していた濃縮公園ですけれども、まあこのようにリニューアルしてですねっていうような感じみたいですね。まあちなみに皆さんご存知だとは思いますけれども、濃縮公園というのはまあ旧農業試験場跡地を利用したから濃縮公園ということですねなっております。8県でも、実はかなり最近って言ってもあれですけど、昭和後期まで番地住所だった地域になりますね。まあ上町目整備する必要がなかったと言うべきでしょうかね。ちなみに8県で最も最後まで番地住所だったのは、まあ、消防学校とかある方ですね。まあ、最後まで番地住所だった、まあ、すなわち、まあ、言い方はあれですけれども、まあ、上町目整備されなかった地域ということですね。今でも、まあ、大人のホテルが何軒かあるということからも、やはり当時からはそんなに、なんて言うんでしょうね、人のあまりいない場所だったのかなという想像がつきます。新川なんかもですね、今の新川西まで行かないですけれども、八日堂のあたりとかっていうのも、まあ、高速の外側というんでしょうかね、っていうのは平成の初め頃でもかなり畑なんかが広がっていて、当時は、私はまだ子供の頃はやはり大人のホテルが、まあ、あったということで、やはりまあそういった、まあ、上町目整備されて間もなくとかっていう頃は、まあ、そういったものもあったっていうことですね。まあ、大人のホテルがあるっていうのはある意味そういった指標の一つになるのではないかなとちょっと考えています。例えば、まあ、白石の方なんかにもあったり、まあ、高速より山側とかにも結構あったりしますよね。まあ、平成の初め頃まで宅地商業地開発が、まあ、あまりされなかった地域というのに比較的そういうものが残っているということですね。一つの指標としてというような見方をしてみるのも面白いんじゃないでしょうか。はい、ということで今回はですね、新設された濃縮公園の、まあ、新しい遊具ですね、ちょっと下見に来てみました。本日もご視聴ありがとうございました。